札幌市図書館は、北海道札幌市が図書館法第10条、札幌市図書館条例に基づき設置、運営する公立図書館である。札幌市内20の常設図書館を有し、延べ約257万点の資料を収蔵している。中心となる中央図書館は中央区にある。札幌市が管理する図書館には、中央図書館、 地区図書館として、新琴二図書館、元町図書館、東札幌図書館、西岡図書館、住川図書館、山手図書館、厚別図書館、明けの図書館、清田図書館の9館、専門図書館として、絵本図書館、図書、情報館の2館が存在する。また、区民センター図書室が7室、地区センター図書室が19室、図書コーナーが4室と、 その他4室があり、カウンターなどの一部施設を除いて、図書の閲覧ができる。1899年4月に、北海道教育会が、付属図書館として、札幌区大通西4丁目に設置し、1911年7月24日は、札幌農学校の演舞場であった、時計台に移転した。その後、北海道教育会が解散したことにより、 1918年5月に札幌区教育会が引き継いで運営した。戦中の1943年2月には軍によって建物を接収され図書館が閉鎖されるが終戦後の1949年に私立図書館として開設するために時計台の大規模な改修工事が行われた。翌年1950年4月に私立札幌図書館条例が交付され、 同年5月に、私立札幌図書館が開館した。その後の1967年12月に、時計台から札幌市北二条西十2丁目に移転、札幌市立図書館に改称した。また、1979年7月28日に、菊水図書館を開館したため、札幌市立図書館は、札幌市中央図書館に改称した。 その後、昭和後期の10年間に、山手図書館、新琴二図書館、西岡図書館、住川図書館、元町図書館、厚別図書館、明けの図書館の7館が続々と開館した。1991年3月15日に、現在の位置に、現在の中央図書館が完成し、1997年に、清田図書館が開館した。 2011年度から電子書籍の貸し出しサービス実施に向けての実証実験を行い、2014年4月には中央図書館館内での閲覧ができるようになった。さらに、同年10月27日からは図書館以外の場所から電子書籍の貸し出しを受けることができるサービスを提供している。考え貸し出しには貸し出しカードが必要で市内の全館で共通して利用できる。 発行には、札幌市内に在住もしくは市内に通勤、通学している場合に限られ、有効期間は3年間で更新が必要になる。図書の貸し出し冊数は10冊まで、視聴覚資料の貸し出しは2点まで、それぞれ2週間まで借りることができる。これらの貸し出し冊数は、札幌市内の他の図書館や区民センターの図書室と通算される。例えば、 新ことに図書館で既でに4冊借りている場合は、6冊を上限として新たに借りることができる。電子書籍は3.1週間まで借りることができる。実証実験の際にあった専用のソフトウェアをインストールする必要があり、不便という声を踏まえ、ウェブブラウザで閲覧できるように配慮されている。札幌市内では最大規模の図書館であり、各区にある。 地区図書館や区民センター、地区センター図書室などの市内図書館施設のセンター機能も有する。また、札幌市営地下鉄大通駅コンコースに予約本の貸し出し、返却ができる大通カウンターが設置されており、その管理も行っている。中央図書館の施設は、札幌市埋蔵文化財センターと併設されており、正面に向かって右側に、 中央図書館が配置されている。建物は鉄筋コンクリート作りの地上3階、地下2階建てである。1階2階は主に図書室とカウンターとなっており、自動書は1階に配下されている。調査相談カウンターは2階図書室の中央に位置している。3階は行動や研修室となっている。図書の蔵書数は2012年度の統計で、 約87万7千冊、その他新聞、築地観光物、市長各資料などは約18万8千点である。札幌市電の中央図書館前停留場の前で徒歩約1分の場所に位置し利便性は高い。また、上鉄バスの札幌駅、バスターミナル、大通駅、西11丁目駅、マコマ駅より、南21西11を下車後。 徒歩約5分である敷地内には駐車場が82台分があり無料で1時間利用することができる札幌市新ことに図書館は北海道札幌市北区新ことに7条4丁目にある札幌市が設置する公共図書館である札幌市北区唯一の地区図書館であり一般市民を対象とした図書館では札幌市北区最多の蔵書数である 1981年2月に開館した。札幌市明けぼの図書館は、北海道札幌市手いねく明けぼの2条1丁目にの後にある、札幌市の地区図書館である。1987年12月19日に開館した。蔵書数は82,225冊で、利用登録者数は23,223人となっている。 鉄筋コンクリート作りの2階建てで、主に1階に図書室、2階に集会室や展示ホールがある。カウンターは1階のみにあり、付近にはお話室が設けられている。書庫は2階にあり、閲覧室なども設置されている。周辺には、手稲区体育館、老人福祉センター、低稲明けぼの温水プールが隣接している。付近に JR、北海道バス札村線の、 テイネ区体区間前停留所が徒歩1分ほどの位置にある。最寄り駅としては JR 北海道函館本線テイネ駅から徒歩11分となっている。敷地内には駐車場が20台分あり、札村自動車道テイネインターチェンジから10分でアクセスができる。札幌市清田図書館は北海道札幌市清田区平岡市場1丁目の清田区総合庁舎4階にある。 札幌市の地区図書館である。1997年11月に清田区の設置に伴い当館が開館する。蔵書数は、一般書が59,953冊、自動書が24,76冊となっている。鉄筋コンクリート造り4階建てのうち4階が図書館となっており、一般図書コーナーと自動図書コーナーがカウンターと接した形になっており、 読書室と CD コーナー、集会室が設けられている。北海道中央バス、清田区役所停留所から徒歩約1分の場所に位置する。敷地内の駐車場は、区役所と共同で139台分の収容能力がある。1979年に設置された、菊水図書館が移転し、名称が変更されて1997年に、開館した。2016年に、 絵本や紙芝居などを揃える絵本専門の図書館として白石祝福号庁舎に開館ロングセラー絵本の複数冊配置や館内で声を出しての読書も可能となっている札幌創生スクエア定層街札幌市民交流プラザの一部として都心にふさわしい図書館計画に基づき2018年10月に開館調査相談情報提供に特化した 課題解決型図書館として、文学、児童書、絵本を扱わず仕事、生活、芸術に関する図書を専門に扱いコワーキングエリアや会議スペース、専門家による相談デスク等を置く。ありがとうございます。